LiSA 憧れの超大物とコラボ。先日予告映像で主題歌の音源のみが解禁された永野芽郁さん主演、 OL たちの派閥争いを描いた映画地獄の花園。ベールに包まれていたその楽曲を歌うアーティストが LiSA さんであることが発表されました。その思いを目覚まし独占インタビューです。主題歌を担当することが決まった時はどんなお気持ちでしたか？率直にすごく嬉しかったです。脚本を読ませていただいて、すごくワクワクしました。作詞も手掛けた LiSA さん、そして作曲は日本を代表するギタリスト、B'z の松本孝弘さん。映画のために2人が書き下ろした主題歌のタイトルは Another Great Day。 改めてお聴きください。プライベートでライブに足を運ぶ B'z の大ファンだという LiSA さんは、楽曲をいただいた時に稲葉さんの声で再生されてきて本物だと。ギターのフレーズからもう松本さんのこう音がしていたので、あ、夢じゃなかったんだな。学生の頃に私はバンドをやっていたんですが、全然視野に入っていなかった男の子が一人でアローンを弾き語りしている姿を見て、かっこいいって完全にB'z さんの魔法にかかってますね。